皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ19日目になります。昨日はランジのワークを用いてですね、前後の重心移動を行っていく中で腸腰筋、ハムストリングスを交互にねストレッチしていくようなメニューを行いましたけれども、今日はですね、そのランジメニューに加えて股関節を外に開いたり体をツイストしていくようなエッセンスを加えたねストレッチメニューをご案内していきますので、今日も張り切って一緒にやっていきましょう。それではですね、まず四つ這いポジションから手を少し前に歩かせた膝つきの腕立て伏せのポジションを取っていただいて、右足を右手の外側に出しましょう。ここから右手で右の膝を外にぐーっと押し出していきながら、股関節の、ね、内側をしっかりとストレッチさせていく。そして左のももの前をストレッチさせていくようなワークになります。そしてここは硬さの違い、柔軟性の違いによってレベルを3つに分けています。まずレベル1は肘でここの膝を外側に押し出していきます。レベル2、今のでも余裕があるよという方は手のひらで膝をぐーっと外に押し出していく。これがレベル2です。レベル3は今のに加えて肘を伸ばしていきながら、このように肩を入れていきながら体のねじれも含めて一緒にやっていくワークになります。それぞれのレベルに合わせて5秒間を10回やっていこうと思います。それではご自身のレベルに合わせたスタートポジションを取りましょう。それではスタートします。1、2、3、4、5、楽にして2回目、1、2、3、4、5、楽にして3回目、1、2、3、4、5、楽にして4回目、1、2、3、4、5、楽にして5回目、1、2、3、4、5、楽にして6回目、1、2、3、4、5、楽にして7回目、1、2、3、4、5、楽にして8回目、1、2、3、4、5、楽にして9回目、1、2、3、4、5、楽にして10回目、1、2、3、4、5。はい、結構です。ゆっくりと手のひらついて右の足元のポジションに戻していきましょう。それでは反対ですね、膝つきの腕立て伏せのポーズから左足一歩前、レベル1は肘で膝を外に、レベル2は手のひらで膝を外に、レベル3では手のひら押しているところから内側に肩を入れていく。それぞれのレベルでセットアップをしていただいて5秒かける10回やっていこうと思います。それではいきます。1、2、3、4、5、楽にして2回目、1、2、3、4、5、楽にして3回目、1、2、3、4、5、楽にして4回目、1、2、3、4、5、楽にして5回目、1、2、3、4、5、楽にして6回目、1、2、3、4、5、楽にして7回目、1、2、3、4、5、楽にして8回目、1、2、3、4、5、楽にして9回目、1、2、3、4、5、楽にしてラスト、1、2、3、4、5、ゆっくりと戻して手のひらをついたら先ほどの膝立ちのポジションに戻していきましょう。続いては先ほどの姿勢から胸を開いていくワークをしていきますので、先ほどのセットポジションを取っていきましょう。ここから右の肘曲げていただいて、余裕がある方肘を床面につけるように重心を下げていきましょう。難しい方肘がつかなくても OK です。ここから左手でしっかりと体を支え胸を開いていきましょう。そして下ろして、
これを繰り返しやっていこうと思います。ではまず右胸オープンにしていく枠を10回いきます。では肘つきでセットアップ、難しい方はここまででも結構です。ではいきましょう。1開きます、下ろして2回目いきましょう。2開きます、下ろして3回目。3ぐーっと左手は床面を押して右手は天井方向、下ろして4回目。4下ろして5回目いきましょう。5下ろして6回目。6下ろします。7回目、しっかりと胸を開いて伸ばしていきます。下ろしましょう。8回目。8下ろします。9回目。9下ろしてラスト10、ゆっくりと下ろして、手のひらをつけてから右の足元の位置に戻していきましょう。それでは反対もやっていきましょう。膝つきの腕立て伏せのポジションから左足一歩前、左手の外側につけましょう。左の肘できるだけ床面につけて、難しい方は浮いたところでも OK。 ここから右手でしっかりと支えながら胸をオープンに開いていきましょう。2回目下ろして、ここから引き上げます。3回目下ろして開く、4回目4、5回目5、6回目下ろしたところから開きます。7回目下ろして下ろして下ろして開きます。8回目下ろして下ろして下ろして伸ばします。9回目下ろして下ろして下ろして開きましょう。ラスト、下ろしたところから開いていきましょう。ゆっくりと下ろしたら左手床面つけて、左足を元のポジションに戻していきましょう。はい、いかがだったでしょうか。しっかりと股関節だったり体のねじれ、この辺がね使えるようになっていくことで、さらにね姿勢改善だったり歩きの改善にもつながっていきますので、今日のエッセンスもすごく大事にしていただければと思います。20日目の明日はですね、ランジエクササイズの集大成をねやっていこうと思います。足の指だったりとか股関節の動き、腸腰筋のねストレッチなど、今までしっかりと活性化してきた部分っていうのを明日のメニューの中でですねしっかりと表現できるようにしていこうと思いますので、明日の動画も楽しみにしていてください。それではまた明日お会いしましょう。またねー。